缶詰とパウチ製品のおすすめの選び方。 BPA フリーという言葉を聞いたことがある方も多いはず。 BPA とは環境ホルモンの一種のビスフェノール A の略。現代では空気中にも食品にも少なからず含まれている成分で、完全に避けることはできないと言われています。特に缶詰の缶の内側、エポキシ樹脂でコーティングされているものが多く、環境ホルモンである BPA がじわじわと溶け出しています。この BPA、 体内のホルモンバランスを崩し、生殖異常などを引き起こすと言われており、特に注意が必要なのは妊娠期の女性や成長期の子どもたち。現代はたくさんの会社が安全な食品を届けるため、 BPA フリーの容器を使用しています。このブランドもその一つ。このエデンというブランドも1999年から BPA フリーの缶を使用しています。 BPA フリーのブランドはこれだけでなく、どんどん増えています。缶の中でも酸味が強い野菜やフルーツ系は、酸で内側のコーティングを溶かし、缶の原料のアルミニウムが溶け出すと言われているので、特にトマトや酸味が強そうな食品は瓶を選びましょう。それ以外にも、国外から輸入される缶詰は海外で加工され、国内で禁止されている農薬を使ってそれが残留している可能性があると言われています。そして添加物も気になるところ。買うときは BPA フリー、オーガニック、原材料をよく見て購入することをお勧めします。それでもわからない場合は瓶詰めを買うと良いですよ。